はようございます。娘です。今日は冬休み最後です。お父さんとスノーボードに行くはずでしたが、スキー場がクローズです。なのでいろいろお父さんに付き合って撮影をしていきます。それじゃ行きますか。もちぶた館到着です。豚が豚を持っている。トモ、お、なんか獣が。風情のあるトモの前ですね。お、なんとこれアヒルですね。アヒルは中にいます。アヒルは中の方。あ、いたいた。アヒルがいた。お腹いっぱいのような。こちらこれ。うん、え、なにこれ。すごい、なんか顎上げて。すごいでっかいですね。こっちでいいの？いいか、あるけど。カピバラがいます。カピバラ。カピバラ。カピバラ。いた、あれ。ずいぶん。お、いたいたいた。親子。あそこにカメもいますね。みんな無料で見れるなんて。すごい幸せですね。お金はかからないから、すごい。鹿がいます。鹿は鹿だ。しかし鹿は明日か。ヤギ、ヤギ、ポニー、ポニー。すごい黒いですね。しかも隙間に隙間ヤギ。子供なので遊んでみたいと思います。あ、お父さんあっちに動物いますよ。あんたとトリバードです。クジャク。お、ウルーニ。お、あの、あれなんだっけ、あのインコ。ダチョウはいます。お、行っちゃった。ダメだかな、警戒な。おいで、おいで。ん、どこに。何かいるんじゃないでしょうね、ジャッジ。あれで遊べっていうことじゃないでしょうね。どれ？うわ。どうですか？お、ここに羊います。ここにもいます。滑り台。楽しい場所がいろいろあります。トントン農家展望台。行ってみましょう。ここ景色いいんですよ。そうなの？いいんですよ。お、本当だ。街が見えます。世界が見えます。おー、すごい。ここでちょっと、虫が。ここでお食事できるようですね。
お、新幹線。うお、虫がいっぱい。すごいですね、いろんな。こんな感じです。これが無料で見えます。すっごいですね、ほんとこの景色やばいですよね。もうすごいよ。遊べるね。あそこにいろんなシーソーとか鉄棒とか全部なんか木とかそういうのを使ってやってるから自然にで作ってるってほんとすごいですよね。ランドタワー。それでは遊んでいきたいと思います。いきます。おこれが自然で作られている木のブランコ。これも結構長くて楽しいですよ。ん？普通のブランコが全然違う感じで前やったと。楽しかったですね。僕と一緒に遊んでくれないかな。カエルがいますよ。楽しかったです。また See you。 じゃあね。See you。では入ります。これもなかった。これが美味しいんです。よし、買っていこう。もののけ。昼飯を食べに行きたいと思います。昼飯？うん、マクドナルドですよ。大好きなんですよ。そのラーメンが食べたい。